僕も2日間寝たことある。怖い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 。なんかシャワー浴びちゃうと、うん、あ、今日仕事だって感じがするんですよ。あの休日はもう必ずシャワーを浴びたくなる。いや、それ浴びて。いや、あの…シソンヌ長谷川と話題のアーティストが様々な決まりを語り合うこの番組。ぜひ選挙の方参加してください。よろしくお願いします。本当に素晴らしいアーティストの方がこんな嘘みたいなスタジオでもないところに出てきてくれます。